こんにちは。学習塾1945です。今回もやっていきます。まずはこちらの問題。一時停止をして解いてみてください。では、確認をしていきましょう。まずは1の文章を見てください。サンベルトって書いてありますが、サンベルトはアメリカの南半分です。ここではハイテク産業、IT 産業、宇宙産業が盛んですよ。で、特に盛んなのが西端のシリコンバレーです。 アップルやグーグルの本社もここにありますね。まあ、とにかくサンベルトと言ったらこの辺の情報は出てくるようにしておいてください。文章の後半にも情報として書いてあるんですけどね。半導体はスマホとかの部品でハイテク産業の要です。そして情報系と言ったら IT ですよね。まあ、そらそれとしてまずは A から D の中から一つ選びましょう。ポイントはやはりサンベルト北限付近ってところです。 ちょうどそれに当たるのが C なので、まずは C を選びましょう。で次、今度はこの C のォンズを選ぶ問題ですね。一番わかりやすいのは日本との比較だと思います。まず A と D なんですが、これは北海道あたりの緯度ですよ。つまり寒いんで年平均気温が低いと A になるでしょう。だからと A は C のォンズではありません。で、今度は逆に B を見てみましょうか。 B の緯度は九州とか沖縄に近いです。そう考えると B は年平均気温が一番高い位、e、となるでしょう。ということで残ったうが正解ですよ。C の緯度は日本の東北とか関東あたりとなります。1の文章を見ても大きく食い違うところはないでしょう。冬でも10度くらいはあって1年通して過ごしやすいです。そして夏も乾燥してますしね。 ただ冬は必潤ですよっていうのはちょっと微妙に感じた人もいるかもしれません。とはいえ最低限の降水量はあるので別に嘘ではないでしょう。ということで今回は以上です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。